なぐ T シャツ着て歩いてみましょうか。はい、じゃあレディゴーレディゴー、お前なんかやったらクリア。ファイテオチャンネル始まるよ。ドド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 ー。はい、パタヤソイナラ到着しました。まあ、昼ちょっと撮影してんけど、昼と夜で雰囲気が全然違うから、ちょっとその違いどれぐらい変わるかっていうのをちょっと撮っていきたいなと思います。それなら、じゃあ行きましょうか。回しっぱなし、そうやな。いやー、音入ってないんちゃうかな、音楽とかで。バーガー結構開いてんな。やっぱ昼全然開いてなかったけど。いやでも昨日もこんな感じやったで、俺一人で来た時も。あ、どっち行か。いや、昼と全然ちゃうな、やっぱ。あ、昼はな、うん。何言ってんのかな、でしょ。言われて気づいたわ。これはレストラン。これはザ・ピッグ。まあ、とりあえずレストラン的な感じですか。バーやね。バー。バー。いやー、これもバー。飲みたいんやったらもうそれにならに来なあかんね、絶対。
Thank you. Oh, okay. Why? Why? で何？フリーハグしてもらいました。うん、これね、2人目。うん、これもわかるんだ、フリーハグ。これもこの動画絶対ピー音ばっかりやわ。うわ、よかったよ。フリーハグの T シャツ着て添い7にしたら、うん、2人にはフリーハグされるっていう。これもバービア。これはサッカーがめっちゃ流れてるけど、スポーツバーかな。うん、コンディションバーって書いてあった。マッサージ屋もあったり、うん、何軒くらいバーあんだよな、この通りに。わあ、片っぽ20軒とかはいかんやろうけど、10軒以上はあるかな。じゃあまた30軒ぐらいあるんかな。何やかんやでね。300メートルぐらい。まあまあまあ、走ったら2、3分で駆け抜けれるようなぐらいの幅に。500メートルぐらい。うん。さっきのね、そうそう、1本20バーツで、うん、3つ出して3個ぐらいの、ちょっと餃子に似たやつな。そう、さっきの。あれは美味しかった。美味しかった、美味しかった。あれはちょっと、もうちょっとな、量あったらお酒のあてになるな。ちょっと普通に食ったけど美味しかったな。美味しかった、全然あてになる。なんか雰囲気的にそんな、あ、美味しそう。食べてみる？まっちゃん、これ終わって。これ美味しそうじゃない？まっちゃん、いやー、焼き鳥美味しかったな。ハプニング動画。ハプニング動画。焼き鳥1本10バーツ。これ大事なんで、皆さん10バーツ。1本10バーツで焼き鳥食えたら、もう食べられへんよな。焼き鳥も食べてお腹満たされたから。満たされたけど、心は満たされてないわ。なぜ？たんまい。それは怒られたから。怒られたから。ここにもあったな。じゃあここ買ってみる？同じの。もう俺焼き鳥お腹いっぱい。大丈夫。あら、ファミリーマート？ここ。ちょっと似てるけど。コンビニではないから。ああ。これ新しいお店からなんか作ってんのかな、これ。これね、なんか綺麗な。なんかソイナナと違って。なんか今できてる感じやね、どこも。ちょっとなんか店が少なくて寂しい感じはするな。バーの音楽がガンガン、すごい。
ハグで終わるかもしれない。 OKOK。日本人おったな。ゴールデンウィークやからやっぱ遊びに来るんじゃない。そうやな、明日ね、まあ今日がラストライドちゃうかな。今日が明日で終わってそこから仕事やろ。まだ分からへん。最後の最後まで分からないから。そういうことか。諦めたらそこで試合は終わりです。諦めたらそこでフリーハグ終了やから。なんでかぶせたん。アスティラバー。ポップおる、ポップ。ポップいない。ステーキが安くて美味しい。ポップいなかったね。これゴール見えてきちゃったね。ボツ動画。いやでも切れられるの動画。ただ歩くだけ。バーボン片手で飲んでるやつだぞ。バーボン瓶を。すげえな。愛してる。松は愛してるって。愛してる。松。はい。はい。トイハチの。それならとソイハチ歩いてみました。はい。でこれね、思ったことは7と8でだいぶこうテンションの差があるな。まずこっちとこっちの方が危ないから。まあちょっとでもこの場面で参考にしてもらえればいいかなと思います。はい。じゃあこんな感じで今日のパタヤの夜も終わっていくんで、ちょっと反省会しようか。そうやな、ちょっと反省会。なぜ怒られたか。役者に買うときにちょっと怒られたか。じゃあお疲れ様でした。おやすみなさい。また明日ね。また明日ね。